ジュースピースオブケーキの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。月曜日に発売された日清さんが50周年記念ということで、合体シリーズというのが、ね、出たんですよ。でね、発売当日ね、何軒かこうコンビニ回ったりしたんですけど、どこも売り切れで、みんなそんな興味あるんだ、え、もしかしてこの近所そんなに YouTuber 住んでんのっていうぐらいなかったんですよ。諦めかけてスーパーに行ったところ、はい、レジ横に大量に置いてありまして、本当ですか、はい、無事買えたので、今日は早速そちらの方を食べてみようかなと。なんかね、4種類、はい、大元のカップヌードルでいうと8種類、それをなんかこう2個ずつこう合体させてるから計4つ。まずこちら、これがね、カップヌードル塩とカップヌードル醤油のやつがね混ざってるシップードル。シップーデンみてえじゃねえか。はい、シーフードヌードルとカレーヌードルが一緒なんですね。こちらがシーリーですね。シリー、うん、あの返事はしないと思う。ああ、欧風チーズカレーとチリトマトがね一緒になってる、こちらですね。こちらがチーチリカーマトという名前らしいです。チリチリだぜ。チリチリではないと思います。はい、旨辛豚骨と味噌、これがね一緒になって、これがね豚素、そう豚骨味噌です。はい、そうです。こちらのね4種類でございます。はい、でね、これ2つずつ食べてもいいんだけども、はい、まあ味が表現的なのがあると思うので、はい、お椀に取り分けながら4種類をちょっとね食べ比べをしてみようではないかと。 OK、うん、ということで、はい、今日はスーパー合体シリーズカップヌードル食べていきたいと思います。はい、イエイ。本編の方ご覧ください。どうぞ。はい、それではご開帳しましょう。はい、僕の一番好きなこうやつから。なんかシーフードのカレーって感じの匂いがしますよ。だろうな。ちょっと取り分けて混ぜるんで。え、ラー油全部入れていいですか。これはい、では OK、 ぶち込んでいきたいと思います。こんくらいでいいですか。全然どんぐらいでもいいですよ。カップ麺2つ分でしょ、言うて。うん、朝飯前っす。まあ、俺らの取り方によっては2個ちょっとになる可能性です。カップ麺最高88個食べたことあるんで。おお、すごいね。1ヶ月で1ヶ月でかい。ピースオブケーキ、はい、いただきます。いただきます。何からいくの。何でもいいよ。じゃあシップードル、はい、塩とカップヌードルですね。うん、めっちゃあっさりしてますよ。美味しいと思うし、うん、なんかちょっとペッパー効いてない。ああ、その塩のペッパー感っていうか、うん、なんかお夜食にいい感じのあっさり感。なんでおつけたんですか。なるほど。おお、ペッパー、トンソ、トンソ、トンソって感じしますね、匂い。なんか嗅いだことある匂いなんだけど。あ、うまい。味噌豚骨ってことだよね。はい、これはね、ちょっとピリ辛だけど豚骨のいいとこと、そこに味噌感がふわっとしてていいかも。これじゃどっちも食ったことないんだよね。味噌はある、豚骨がない。どっちもないです。でもうまい、コクのあるうまさですね。うん、チリカレー、はい、チリチリにしてやるぜ。してやるの、いい匂いするじゃん。うん、林ライスなんだよね。あ、うまい。チリトマトの方が強いかも。うん、カレー風味がそんなにしない。うん、ちなみに味濃くするために全部ちょっと少なめに入れてあるんです。何が、お湯。はい、なんで。僕スタイルなんで。ちょっと味濃いかな、親からすると。気のせい、スタッフさん、気のせい。これさらに合体しろかな。意味が分からん。なんでこれを最後に残したかというと、シーフードヌードル一番好きだからでしょ。はい、間違いないです。その次カレーなんで僕。すごいじゃん、もうベストじゃん。1位と2位のコラボする。うん、期待を超えてくるね。ああ、そう。これはちょっとカレーの方がめちゃくちゃ強くなるんかなと思ったら、案外そうでもなかったですね。おいら、シーフードって冷静に考えると食べたことないかも。なんでやねん、一番うまいやんけ。そうやね、ノーマルのカップヌードルか味噌ばっか食べてるかも。
ノンマで一番美味しくないじゃないですか。え、そう、エビが入ってるし、ね、俺は選ばないですよね。なるほど。この合体バージョンの CD、うん、あのご飯のやつあるじゃないですか、リゾットみたいな、うん、あれって言ったら絶対うまいです、これ。あー、要はシーフードカレーってことでしょ、これ、うん、ごちそうさまでした。4つ食べた結果として、はい、どれが一番お気に入りでした？いや、もう最後に食ったやつですよね。あ、マジで CD。 おいら、シップードルかトンソだな。いや、シップードルないな。うまいって言ったのに。いや、うまいっすよ、うまいっすけど、この4つの中で比べたら一番ないっす。ああ、そう。おいら、シップードルかトンソ。トンソね、2位ぐらいかな。うん、もともと好きなやつがさ、うん、1位と2位がさ、コラボったらさ、まあまあね、うん、不動の1位ですよ、うん。でもなんだろう、それぞれの良さを残しつつ、うん、こうなんか合体してる感じ。うん、シップードル、シップードルはちゃんとね、ブラックペッパーが効いてて美味しかったし、うん、あっさりしていて、うん、トンソは本当にコクがあります。うん、うん、だから豚骨に味噌のコクが入った感じ、美味しかったです、うん。チーチリカーマとはあのカレーの感じがもうちょっとしてくれたら、うん、すごくうまいのかなと思って、トマト感とカレーの方の、チーズがなんかフューチャリングされてる感じ、はい、あ、そうですね、うん、トマト感が とにかく強かったです、うん。まあ、シーリーは、うん、俺の予想はカレーがめちゃくちゃ勝ってくるかなと思ったんですけど、ーシーフードの方が、うん、あれのあのクリーミー系のやつがあるんで、クリームカレーを食ったことないからな。食ってみてください、うまいですよ、はい、お湯少なめでドロッと。なるほどね、最高っす。いや、でも美味しかったです、どれも美味しかったです、うんうん。またこういうのを見つけたら、はい、ビスケ流のグダグダレビューをお届けしたいと思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください、はい。それでは、せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。この他の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。